シリーン地図 Google マップ富士山の位置富士登山では富士山への登山に関して解説する歴史江戸時代の富士登山浮世絵富岳三十六景所人登山北斎が富士山への道中と周辺の名所を描く彼が得意とする長瞰図でも上下6枚続くの珍しい作品西暦1859年富士山は新体山として古来崇められ登山は 山岳信仰の一環としての歴史が長い。伝説では、飛鳥時代、聖徳太子が乗馬して山頂にいたり、縁のオズヌが、流刑先の伊豆大島から会場を歩いて、富士山頂に通ったとされる。平安時代の貴族で学者の宮古義シが記した、富士山記には、富士山頂上の実情に近い風景描写がある。これは、義シ本人が登頂または、 実際に登頂したものに取材しなければ知り得ない記述であり、富士登山の歴史的記録として重要である。鎌倉時代には村山修験による修行のための登山が確立し、すでに現在につながる4つの登山口があった。明王九年の妙法寺、勝山記によれば、室町時代にはすでに修行ではなく、参拝のための登山が確立しており、江戸時代中期以降には、 関東地方を中心に新宗教である富士港が流行し、一般人による信仰目的の登山が増加した。観光目的の登山は特に西洋の登山文化が導入された明治期以降、特に中央線の開通以降に盛んになった。富士山はかつて4人禁制とされていたが、江戸時代に登山客が増えると2合目、3合目、期間限定で5合目などと徐々に解禁されてゆき、 江戸時代後期になると、天保3年に、女性では初めて、高山達は登庁。外国人初の登庁者は、英国公使、ラザフォード・オールコック7月。初の外国人女性登庁者は、英国公使、ハリー・パークス夫人10月である。登山期間、富士登山の期間は、山開きの7月1日から9月14日もしくは7月10日から9月10日である。 残雪の多い都市は7月中旬まで登山道に雪が残り、ルートの開通が山開きに間に合わないことがしばしばある。日本最高峰である富士山の地形や気候は工述するように非常に厳しく、この期間外は万全な準備をしない者の,の登山が原則禁止されている。特に積雪期、残雪期の無謀とも言える登山は自殺に近い行為である。気温富士山町は 結編の気候区分で、ツンドラ気候に分類されるほど寒冷である。最短月の8月の平均気温は、摂氏6度で、最寒月の1月の平均気温は、マイナス摂氏18度である。1981年2月27日には、最低気温マイナス摂氏38.0度を、記録した。例えば、東京と比較してみると、富士スバルライン5号目では、約13度低く、 山頂では約22度低い。聖火のスバルライン5合目の気温は東京での4月中旬から11月中旬に相当し、山頂の気温は1月頃に相当する。富士山に限らないが、一般に風に吹かれた場合、風速毎秒1メートルで体感温度は1度下がるとされる。風富士山頂の平均風速は夏季で秒速8メートル、冬季で 秒速20メートルである。1966年9月25日には、最大瞬間風速秒速91.0メートルを、1942年4月5日には、最大風速秒速72.5メートルを、記録した。いずれも、国内1位の記録である、気圧富士山頂の平均気圧は638ヘクトパスカル0.63気圧である。そのため、 山頂付近では水が約摂取88度で沸騰し人間は高山病を発症する危険性が高まる。5合目以上の富士山富士山最高本県が見ね現在一般観光用として使用されている登山道には静岡県側の富士の宮ルート、須走ルート、御殿場ルート、山梨県側の吉田ルートの4ルートとバリエーションのプリンスルートがある。 登山者の約6割は吉田ルートを使用する。いずれのルートも登山の知識と経験、装備が欠かせない。各ルートの登山口は5号目または新5号目と呼ばれているが、その標高はルートによって大きく異なる。5号目の標高が一番高い富士の宮ルート。新5号目の標高が一番低い御殿場ルート。静かな雰囲気を楽しめる椿里ルート。小屋の数が多く。 登山者の数も多い吉田ルートと特徴の違いがある。富士の宮ルートの5合目は標高2380メートルだが、御殿場ルートの新5合目は標高1440メートルである。各登山口や主要駐車場では環境、安全対策の財源となる原則1000円の富士山保全協力金を支払う。富士山の5合目周辺から山頂にかけてはほとんど、 樹林帯がなく、火山歴の登山道をひたすら登ることになる。最短の場合、標高差1300メートルほどで山頂に達することができる。山頂を一周するお鉢巡りもよく回られているが、外周の一部は昭和後期以降通行不可能となっている。また、五号目付近を回る五中道は、半分が廃道となっており一周することはできなくなっている。 宝永山付近を散策する宝永山遊歩道も一般的によく登られている。麓からの徒歩でのルートとしては、吉田ルートにつながる吉田口登山道と正人口登山道、御殿場ルートにつながる御殿場口登山道と須山口登山歩道、下山歩道がよく整備されているほか、柿一覧以外に富士宮ルートにつながる村山口登山道、須走ルートにつながる、 つばしり口と登山道も再整備されている。登山上級者が使用するバリエーションルートは、出江流し、長田尾根、廟部尾根、七太郎尾根、ね、大沢崩れ左岸、右岸、仏石流し、高竹流し、吉田大宅など、複数存在するが、落石や滑落などもあり、大変危険である。また、ふもとからの徒歩でのルートも、昭和の半ば頃まであった、ひと穴ぐち登山道、 上出口と残道、新大宮口と残道、掛須畑口と残道、山中口と残道、船津口と残道の考古学的資料から見ても現在につながる4つのルートが遅くとも南北朝時代にはすでに存在していたことは確実である。古くは駿河国側の三ルートが表口、海の国側が裏口と呼ばれた。大宮口は大宮、 村山の二つの村落に管理される大宮村山口登山道であり、また北口には吉田以外に加工が管理する船津口登山道があったため、戦国時代以降に富士登山が盛んになると、主に六つの村落が登山客をめぐって争うようになった。なお船津口は六合目で吉田口に合流し、吉田口は八合目で椿口に合流するため、 頂上の内因参戦などの利権は、須山、大宮、村山、つばしりが管理していた。法永4年の法令大噴火で須山口は70年以上、大宮、村山口と須走口は30年以上普通になった、ことから加工が流盛するが、さらに、富士港が流行ると川口は当初これを避けたのに対し、吉田が早いうちから受け入れたため、 加工押しのけ頂上の利権争いに加わるまで流星し、現代につながる吉田口優勢の状態になった。明治以降になると、正人口と山道など、新しいルートが次々と改作されたが主流になることはなく、昭和半ばにバスで各ルートの5合目まで行けるようになると、古来からの4ルート以外は衰退していった。吉田口8合目よりご来光を望む上記の、 所要時間は目安に過ぎない。また、混雑時は、渋滞が起き、さらに時間がかかる。各登山ルートを登り切った場所を、頂上または山頂と呼んでいるが、これらは、標高3776メートルの富士山、最高地点の剣ヶ峰とは異なる場所である。各登山口の頂上または山頂に到達しても、剣ヶ峰には行かない登山者も多い。剣ヶ峰への経路については、 県ヶ峰県ヶ峰への到達を参照富士スバルライン5号目では、レジャー化が進み、馬を使った観光業も見られる、山梨県鳴沢村、富士吉田市の富士スバルライン5号目開通を出発し、吉田口6号目を経由して、富士山北側から山頂を目指すルート、全登山者の6割以上がこのルートを利用する、登山口の標高は2305メートル。 吉田ルートは頂上への4コースのうちで、小屋の数が多く、登山者の数も多い。本8号目で、しりルートへ合流する。富士スバルライン5号目には、富士省御嶽神社。8号目には、富士山天廃宮、江星若見社。9号目には、向井靴市神社。頂上には、靴市神社がある。登山道と下山道が大きく分かれている。下山道も、 本八号目で素走り口した山道と分岐し、四四岸付近より五中道を経由して吉田口六号目で、登山道に合流する。富士スバルライン五号目から吉田口六号目へ至る道は登山道と下山道の兼用であるが、もともとは後述する船津口登山道に該当し、現在でも富士スバルライン五号目と吉田口五号目とは位置が異なる。そのような理由もあり、以前は、 吉田口登山道と区別するため、川口湖ルートとも呼ばれていた。麓からの徒歩道として、吉田ルートに合流する登山道は、富士スバルライン5号目で合流する、正人口登山道と、6号目で合流する吉田口登山道の2つがある。立点富士山有料道路5号目の標高が、富士宮口5号目に次いで高い。山小屋や救護所が多く、トラブルに見舞われても安心。 登山道の開通が比較的早い。9月上旬まで営業している山小屋がある。5号目から7号目まで馬に乗って体力をセーブできる。観光を主眼にした登山道で初心者でも挑戦しやすい。関東からのアクセスが良く、バスの本数も非常に多い。難点登山者が非常に多く混雑する。駐車場や山小屋も混んでいる。早朝は8号目以上が渋滞しやすく。 頂上でご来光を拝めないことがある。七合目付近から急な岩場になる。下山路に山小屋が一軒しかなく、ルートも登山路に比べて遠回りとなる。山頂の屈指神社から剣ヶ峰まで約50分かかる。下山時に八合目の下江戸や分岐で誤って、しり口に降りてしまうことがある。人工物が多く、自然を満喫できない、マイカー規制のない時期の週末は、 富士スバルラインが渋滞することがある。7号目までの登山道には、馬粉が落ちている。主なアクセス歴史古来から、北口や裏口とも呼ばれ、前述する、吉田口登山道と江戸時代後期の富士港、流星までは優勢であった、船津口登山道との大きく2つのルートに由来する。なお、8号目で椿口に交流することから、そちらよりは、新しいと考えられている。 吉田口登山道は、吉田によって管理されていたルートであり、現在の吉田口六合目から頂上までの由来である。二合目には、文武天皇三年に、富士山最古の神社と称する小室浅間神社が鎮座しており、里宮が船津口に鎮座している。頂上までの登山がいつ頃から行われるようになったかは不明だが、富士山本宮浅間大社に伝わる正治二年の、 松大章子三ヶ所立会正門には北口、吉田の記載があり、平安時代から遅くとも鎌倉時代には開かれていたと考えられている。勝山記によれば、明王九年には関東の戦乱を避けるため吉田口ではなく、り口が使われた記録があり、天文七年には上吉田のご子集落が炎上した記録がある。元気元年には上吉田に腰が、 計画的に住み登山客を呼び込むようになったといい、文禄元年にはすでに腰が江戸まで出向き、段回りを行っていた。遠方八年の八葉九尊図では、下浅間から登るように描かれており、少なくとも法永四年の法永大噴火を経て、江戸時代中期の富士港の流行を神吉田が早くから受け入れて発展すると、富士港の指示を得た神吉田の諏訪神社。 浅間神社が登山口として信仰の中心となった。富士港による発展で、天明元年には加工を退けて、頂上の薬師堂の権利も得、大宮七対吉田三の割合で竹役船を取得できるようになるなど、頂上の利権争いにも加わるようになり、明治時代以降も吉田ルート優位の状態が続いている。富士スバルライン5合目までのバスルートの開通後も、 麓から徒歩で登山する人は一定数いったため、吉田口六合目までの徒歩道については、山小屋などは閉鎖されたが廃道となることはなかった。そのため、北口本宮、藤屋様神社から吉田口六合目を経て頂上までの全域が吉田口登山道として世界文化遺産、富士山から信仰の対象と芸術の源泉の一部に登録されている。 現在でも富士山駅前の上吉田町内には越しの宿坊が2軒残っており、登山道入り口の金鳥居も残っている。船津口登山道は、河口によって管理されていたルートであり、現在の富士スバルライン5号目から吉田口6号目までの由来である。河口には、噴火を沈めるため上岸7年に、河口浅間神社が鎮座しており、また、天徳2年には、 対岸の勝山に前述する小室浅間神社の里宮が創建されている。また、五合目の正見岳頂上には上平七年には、正見岳神社が鎮座している。頂上までの登山がいつ頃から行われるようになったかは不明だが、平安時代から遅くとも、室町時代には開かれていたと考えられている。元は白山岳頂上への直通ルートも持っていたが、 現行元年の駿河地震で崩壊したとされ、正見岳、泉ヶ滝を経由し5合目で吉田口に合流するルートが主となった。他に、小室浅間神社の里宮から本宮へのルートを利用し、船津、吉田体内を参拝して吉田口馬返しへ合流する登山客がいたり、また後には、正午岳から古中堂を経由して吉田口6合目へ合流することもできた。このように、 複数の箇所で合流するようになってしまったことから、山役船の取り合いで吉田とは論争になった。しかしながら、天文11年の宿望の記録では中宮のを川口合氏が管理しており、また吉田口二合目も小室浅間神社を中心とする勝山の土地であり、さらに頂上の薬師堂の管理も川口合氏である、大石の者が大宮より任されていたため、当時は吉田よりも優勢であった。 宝永4年の宝永大噴火で他の登山口が30年以上普通となったため、加工はさらに発展するが、町民の間に富士工が流行すると、武士を主な死術像としていた加工は当初これを避けたため、吉田の方が優勢となり、天明元年までには薬師堂の権利を吉田に奪われ、さらに文化7年の山薬戦論争で、吉田には完全に敗れ衰退した。 その後も完全に錆びれたわけではなく、口述する精進口登山道が開通すると4合目で合流したり、さらに船津から精進口3合目までは、元巣口登山道は、元巣が管理していた登山道であり、江戸時代に書かれた駿河国神風土記によると1570年代までは、市がいたとされるが、川口市に合流して消滅した。そのため、 どのようなルートであったかは不明である。人穴口登山道は、人穴が管理していた登山道であり、人穴浅間神社から大宮、村山口あるいは正人口につながるルートであり、江戸時代から昭和初期まで登られていたが、当時から一般的ではなかった。現在は一部が林道となっているが、完全に忘れ去られている。正人口登山道は、1923年に山梨県が開作した。 新しい登山道である。赤池から上り船津口4号目に合流する。現在も県により遊歩道として整備されているが、船津口が廃道となっているため、4号目から5号目も、船津口ではなく精進口として扱われている。富士山頂郵便局このポストに投函された郵便物には、風景員が押される登山バス、静岡県富士宮市の富士の宮口5号目開通を出発し、 富士山南側から山頂を目指すルート、登山口の標高は2380メートル。頂上への1コースのうち、5合目の標高が一番高い。頂上には、富士山本宮浅間大社奥宮がある。静岡県側では最も利用者が多い。また、登り着いた河口壁の地点から県が峰まで最短距離だ。5合目の富士山総合指導センター前に、登り口がある。 この辺りからは、県が峰方向が望める。火山歴の幅広の道を登ると樹木がなくなり、なだらかな道をたどり2軒の山小屋が並んでいる6号目に着く。ここまでは観光客が多い。麓からの徒歩道としての登山道は、富士山スカイラインの開通後、長らく未整備であったが、古来の村山口登山道が一部の崩落箇所を除きかつてと、ほぼ同じルートで2005年に復旧した。 富士の宮ルートとは6号目で合流する。利点登山口の標高が高いので、他のルートよりも早く山頂に着く。山小屋が多く、8号目には診療所もあり、トラブルに見舞われても安心。宝永山に立ち寄れる。浅間大社奥の宮から県上峰まで20分で行ける。名古屋や関西からのアクセスが良い。南天上りと下りが同じ道で、登山者も多く、混雑しやすい。 駐車場や山小屋も混んでいる。平均勾配が約29%と傾斜が厳しく岩場が多い。樹林帯がなく日差しが強い。人工物が多く自然を満喫できない。マイカーは規制されやすい。バスの本数が吉田ルートに比べて少ない。残雪が多く7月中旬まで登山道が開通しない年がある。発病や転倒事故が多い。 主なアクセス歴史、大宮、村山口登山道は、機内に近いため、富士登山道としては最も古いルートと言われるが、中世の記録は、北口の方が多い。表口や、南口、三島口とも呼ばれ、大宮と村山の二つの集落により管理されていた。大宮では、噴火を沈めるため大道元年に、浅間神社が、三宮浅間神社から先座している。 頂上までの登山がいつ頃から行われるようになったかは不明だが、富士山本宮浅間大社に伝わる正治2年の松台昭子三箇所立ち愛昭門には南口大宮の記載があり、旧安5年には松台により、頂上に大日寺が建てられた記録がある。村山では12世紀後半の遺構が、複数、頂上では上級2年頃の教官が見つかっており、 考古学的にも裏付けられていることから、平安時代から遅くとも、鎌倉時代には開かれていたのは確実である。文法元年頃には、松台の流れを汲む来村によって、村山に富士山教法寺が建てられたとも言われ、村山主源の中心地として発展した。登山道は、村山参謀によって管理され、大宮側は、基本的に関わらなかった。腰はおらず、大宮では、 浅間大社の社人が村山では主験者が宿坊を管理していた。法永4年の法永大噴火の被害で30年以上、普通になると村山主弦者が京都まで行って富士の利用するようになり、それで富士登山と同じご利益があるとしたことや、もともと星がおらず、西国各地への段回りが行われなかったことから、登山客は減少した。 それでも浅間大社を信仰する幕府の最低で、頂上の利権争いにおいて、大宮が内院参戦の一番広いの6割を取得し、8号目より上を浅間大社の支配地と明確にされるなど、影響は強かった。ただし、大宮が直接管理できていたのは、薬師堂のみで、村山口から、第二堂は村山の管理下であったことから、大宮関係者ですら村山に、 山役線を払わねばならないため、走り口を使っていた。また、大宮から村山を経て登山しなければならないことから、江戸時代には何度か村山から直接の登山に誘導するよう試みられており、大宮が抗議して幕府に仲裁されるなど、大宮と村山の連携は取れておらず、関係は悪かった。明治時代になると幕府からの縛りがなくなったことから、大宮は、 ミノ線の開通を見越して1906年に、新大宮口登山道を開作し、村山ではなく三宮浅間神社を経由するようになる。1913年にはバスが、かけす畑まで開通し、三宮浅間神社を経由することはなくなった。その後もバス路線は伸び、現在の富士の宮ルートになると徒歩で登山する人はいなくなり、五合目までは実質的に廃道となった。一方、 村山口は、明治初期の神仏分離での競報時、村山山宝の解体及び、この新大宮口開通により衰退していった。昭和になると登る人も、ほとんどいなくなり、富士山スカイラインの開通で、実質的に廃道となり、近年再整備されるまでは放置されていた。そのため、大宮、村山口と残道として、世界文化遺産に登録されているのは6号目から、 頂上までである。富士宮口5合目から6合目は新大宮口のものであるため含まれない。富士宮口5合目へ合流する登山道としては、上記の村山口登山道の他に、上記の新大宮口登山道及びキューバスルートのカけス畑口登山道、それより西側には、蘇我八幡宮、白井の滝付近から新大宮口あるいは、大沢崩れ右岸ルートに接続する。 上出口登山道や、一穴浅間神社から大宮、村山口あるいは正人口に接続する、一穴口登山道が存在したが、現在は、再整備された、村山口登山道を除き整備されておらず、廃道扱いである。樹林に覆われた5合目付近の登山道6合目の、手前より山頂を仰ぐ静岡県小山町の、諏訪尻陸地5合目を出発し、 富士山東側から山頂を目指すルート。登山口の標高は1970メートル。本八号目で吉田ルートが合流する。五号目には小見竹神社。六号目には体内神社。九号目には向江靴神社。頂上には靴神社がある。麓からの徒歩としての登山道は長らく未整備であったが、2013年に、 富士箱根トレールというトレッキングコースの一部として、椿口登山道の馬返しから椿口5合目からまでが再整備された。利点登山者が比較的少なく、本8合目まであまり混雑しない。山小屋もそこそこある。景色に変化があり退屈しない。下山道に砂走りがある。本陸合目まで樹林帯で日差しが遮られる。樹林帯を抜けると、 朝は御来光を、夕方は影、富士を見られる。小富士に立ち寄れる。南天本八号目より上は、早朝に渋滞しやすい。駐車場は小さく混んでいる。マイカー規制が行われることもある。登山口の標高が、吉田口や富士宮口に比べ数百メートル低い。山頂の屈指神社から県ヶ峰まで約50分かかる。転倒事故が多い、樹林帯で、 夜間や農務時に迷いやすい。主なアクセス歴史、椿口登山道は、東口や表口とも呼ばれ、椿が管理していた。椿には、噴火を沈めるため大道2年に、藤浅様神社が鎮座している。頂上までの登山がいつ頃から行われるようになったかは不明だが、平安時代から遅くとも、鎌倉時代には開かれていたと考えられており、 元中元年の鏡が6号目で発見されていることから室町時代には発展していたことが伺える。北口が8号目で合流し、利用客も江戸に近い北口の方が多かったが、宝永5年の記録では8号目か。また、現在まで大きな変更が最も少ないルートでもある。砂走りがあり、下りやすいため、北口から登って素走り口から下り、各地を観光して、 江戸に帰る客が多く、またその逆も好まれたことから、遭難者対応など他の登山口との連携も行われていた。江戸時代中期以降には富士港に属さない個人登山客も多かったことから、必ず案内人のごをつけて遭難を防止することも行っていた。法永大噴火での被害時も幕府の支援を受けて30年ほどの短期間で復活している。 昭和になると5合目までのバスの開通で徒歩での登山が廃れたため、5合目から頂上までが、り口登山道として、世界文化遺産に登録されている。山中口登山道は、山中浅間神社付近から五中道を経由して5合目に合流するルートであり、山中によって昭和初期に開通したが、ルートの大半が、急に本陸軍の北富士演習場となったため、 廃道となっている。静岡県御殿場市の御殿場口新五合目を出発し、富士山南東側から山頂を目指すルート。登山口の標高は1440メートル。御殿場ルートの新五合目の標高は頂上への4コース内で一番低い道路よりも長大な砂走りの下りコースに人気がある。頂上には銀名水がある。標高差、距離、歩行時間の長いルートで、 県客向けとされる、富士登山駅伝のコースである。ふもとからの徒歩道としての登山道は、長らく未整備であったが、1997年に、須山口登山歩道、1999年に、須山口下山歩道が、旧来とは別ルートで新たに整備された。須山古体内からは少し離れてしまっているが、水がつかや弁当場を通るため宝永台噴火前のルートには、近いとされる。 御殿場口登山道も徒歩で登山可能である。利点登山者が非常に少なく、静かな登山を楽しめる。駐車場も山小屋も空いている。駐車場が無料で、マイカー規制も行われない。人工物が少なく、自然を満喫できる。登山道の傾斜が比較的緩やかである。登山道の上部からは、朝はご来光、夕方は影、富士を見られる。下山路に大砂走りがある。 方栄山や双子山に立ち寄れる、関東からのアクセスが良い、プリンスルートを使えば、富士の宮ルートの標高の高さと、御殿場ルートの静けさを良いところ取りできる、南天登山者が非常に少なく、心細い、体力が不可欠、行動時間が長い、山小屋が少ない、特に、大石茶屋と7.4号目のわら時間の間には、山小屋やトイレ、救護所がない、 夜間や農務時に道に迷いやすい。道迷いや疲労による遭難が多い。樹林帯がなく、日差しが強い。景色の変化が乏しい。登山靴を消耗しやすい。バスの本数が少ない。主なアクセス歴史、須山口登山道は、南口や東口、表口、調子口とも呼ばれ、須山が管理していた。伝承では、大道3年に空海が開いたと言われ、 また、ふもとの浅間神社は、神代鎮座と言われている。頂上までの登山がいつ頃から行われるようになったかは不明だが、少なくとも、富士山本宮浅間大社に伝わる正治2年の、松代昭子三箇所立ち合い昭門には、東口玉山の記載が、文明18年の道京の、開国雑記には、須浜口の記載があり、大英4年には、須山浅間神社の存在が確認されていることから、 平安時代から遅くとも、鎌倉時代までには開かれていたと考えられている。江戸時代初期には、駿河川では最も利用者が多かったが、須山は林業や農業も盛んで、他の登山口とは異なり須山浅間神社ごしの登山産業収入は年収の半分程度であり、依存度は低かった。法永4年の法令大噴火にて、 壊滅的な打撃を受け一度したれるも、五死の幕府への陳情により、安永9年に別ルートで復活した。天明2年には、大宮より、頂上の長縮坊に鳥居を立てる許可を得て、天保7年には、長縮坊の銀名水を得る権利を得た。素走りと近いため、登山客をめぐる争いがたびたびあった。 工術する五天場口登山道ができると須山口92号発射区までの旧来ルートは衰退し、さらに一部が1912年に急に本陸軍の東富士演習場となったため、廃道となった。そのため、須山口登山道として世界文化遺産に登録されているのは92号発射区から頂上の間及び須山五体内周辺だけである。新五号目から旧2号発射は、 御天場口のものであるため含まれない。御天場口登山道は、東海道線の建設が決まったことから、登山客の利便を図るため1883年に開通した。当初は西田中八万宮を起点とし、末車として東、表口下宮浅間神社が建てられたが、1889年に、御天場駅が開業するとそちらに近い新橋、浅間神社を起点と変更された。 須山口には、旧二号発区で合流する。環境省と市の集計による7月1日から8月31日の入山者数の推移は、以下の通り、赤外線カウンターによる登山者数調査であり、赤外線カウンターは登山者と下山者を識別しており、この数値は登山者数の数。括弧内はルートごとの8号目でのシェア。環境省は8号目に、市は5から6号目に。 赤外線カウンターを設置している。吉田ルート、すばしりルート上の山小屋群吉田ルート山頂の様子ほとんどの山小屋は簡易宿泊所の性質が強く必要最低限の機能しか備えていない。ゆえに過剰な機体は禁物である。山梨県側の山小屋は一般的には夏山期間のみ営業するが10月上旬までの営業や通年営業も少数ある。 一方、静岡県側の山小屋は、夏山期間終了の1から2週間前に営業を終了することがある。一般的には宿泊者向けの就寝スペースと、食事スペース、トイレ程度である。宿泊者以外が利用できる食堂や売店、土産物屋を備えた山小屋もある。風呂やシャワー、洗面所はない。小屋ごとに営業時間は異なる。24時間営業の山小屋もあるが、 大半は夜から翌日早朝までは閉まる。9号目表口の表示と公衆トイレ予約制山小屋は宿泊の予約を受け付けている。予約をしていないと定員を超えた時などに宿泊を断られることがある。ほとんどの山小屋は混雑しているが、御殿場ルートの山小屋は比較的空いている。宿泊料金宿泊料金は素泊まりで1泊5500円マイナス6500円。6, 二食付けで七千円マイナス八千円程度である。なお、土日や休前日は千円程度料金が上乗せされる。ことがある。ルートごとに宿泊料金が、ほぼ統一されている。料金の支払いは、現金が推奨され、クレジットカード、その他カードは使用できない。寝室基本的には男女合部屋の大部屋である。一人当たりのスペースは狭く、混雑時はさらに圧迫される。 個室を備えた山小屋もわずかにある。食事一般的に簡素で、夕食はレトルトのカレー、朝食は炊き込みご飯やおにぎりの弁当や麺類などである。一方、おかわりができる山小屋や、レトルトではない食事の出る山小屋もある。以前はほとんど垂れ流しで、山の斜面に垂れ流された排出物が富士山の自然遺産としての世界遺産不推薦の 原因の一つとなっていた。静岡県側を中心に、県や地元 NPO により、早くからバイオトイレの試験的な導入が行われていた。前述の世界遺産登録への取り組みが本格化して、以降は山梨県側でも環境庁の指導で導入が進められた。現在では、すべての山小屋のトイレが環境配慮型に切り替わった。 基本的に有料で1回100円から300円の利用料金を支払う必要がある。周期の問題から小屋から少し離れて建てられている。処理方式はトイレごとに異なるので、利用に際しては利用方法や注意事項を確認する必要がある。夏山期間以外は閉鎖される。一部の山小屋は宿泊者以外の登山者の屋内での雨宿りや休憩を禁止している。 こうした山小屋は、非常時の避難所にはなり得ない。しかし、有料または、無料で休憩できる山小屋もある。富士山を安全に登るためには、他の山と同様、登山の知識と経験、装備が不可欠である。しかし、知名度の高さや小合目までのアクセスの良さが、災いし、それらを書いた登山者が、しばしば入山し、遭難している。遭難の主な原因は、疲労や体力不足、 装備不備、悪天候、高山病、持病の悪化、古典場ルートでは疲労と、道迷い、しりルートでは転倒、富士宮ルートでは転倒と発病が多い。静岡県側の3ルートでは、平成15年から24年までに390名が遭難し、33名が死亡、150名が重軽傷を負っている。山梨県側の吉田ルートも似たような状況である。 天候急変富士山では天候が急変しやすく、強風、濃霧、落雷に警戒が必要である。落石富士山では落石がたびたび発生する。石を落とさないためには登山道を外れて歩かないこと、浮石を踏まないことが大切である。1980年の富士山大規模落石事故では12人が死亡、29人が重軽傷を負い、 吉田口の下山ルートが変更されるなどの影響があった。強風富士山は独立峰のため強風が吹くことでも知られる。体が飛ばされそうなこともあれば、風、強風時の場合、雨具を通して雨粒に痛いほど叩きつけられる。落雷鉱山では火砲で雷が発生することは珍しくない。落雷に襲われるのは頭上からだけとは言い切れない。 雷発生が予想される場合は、登山を中止して、直ちに山小屋などへ避難する。登山前には、雷発生の可能性を調べておく。登山中であれば、指導センター、山小屋などで事情を尋ねることが必要だ。なお、霧の発生時などに、山読で描く、自衛隊演習の音を雷鳴と勘違いする人もいる。低体温症標高が高く、風も強い富士山では、 低体温症になる危険が高まる。気温は100メートル上るごとに0.4度から0.6度低下し、体感気温は風速が1メートル強まるごとに1.0度低下するためである。低体温症を予防するためには、悪天候時は行動しないか、防寒着やセパレートタイプの雨具、河川の肌着を着込むのが良い。悪天候時は登山を見合わせる。 山では予期せず雨に遭うこともあるので、雨具は筆携だ。山頂近くでご来光を待つまは寒風にさらされることがあり、防寒具も用意したい。気圧は、スバルライン5合目は海面の約77%、山頂は海面の約63%だ。鉱山病富士山固有の危険の一つに鉱山病がある。7合目付近から鉱山病の症状を訴える者が、 増え、高度が上がるほどその率が高くなる。人によっては5合目でも高山病にかかることがある。高山病を予防するためには、5合目付近で数時間の高所循環をするか、こまめに水分補給や休憩を取るように、山梨県警察から注意喚起がなされている。高度を増すと、酸素摂取量が減少して軽い高山病の症状が出ることがある。個人差があり、 5合目に到着した時点で頭がズキズキしたり、息苦しくなったり、顔面が青白くなったりする人もいる。山頂へ近づくにつれて、登山者はおなりこなり、鉱山病に悩まされる。鉱山病の症状がひどい時は、直ちに下山しなければならない。5合目や山小屋などで販売されている酸素管には、症状を一時的に和らげる効果しかない。鉱山病は、下山するとケロッと治る。 重症の場合は下るのが最良の対策だ。高山病に弱い体質の人が宿泊する場合、低い標高の山小屋を選ぶのがいい。山頂に近い山小屋で宿泊すると、一晩中、酸素の少ない状態で過ごすことになる。歩行中は、できるだけ酸素吸入の効率化を図ろう。息を吸う場合は、口の中だけに取り込むのではなく、肺の隅々まで送り込むような意識を持つ。 時々立ち止まって深呼吸して肺の中の空気をそう入れ替えするような気持ちを持とう。そのためには吸う前に肺の中の空気をまず吐き出そう。口をすぼめてゆっくりと吐き続ける。吐き出してしまったと思った段階でさらに最後にダメ押し気味に吐き出す。一旦吐き出してしまうとその後は自然と吸い込むことができる。また高山病対策として しっかり水分を取るよう心がける必要がある。火山活動富士山は噴火警戒レベル1の活火山である。1707年の宝永大噴火を最後に噴火していないが、1960年代まで山頂河工付近で噴気があり、今でも火山性の地震や地殻変動が観測されている。将来の噴火が懸念されている。富士登山における安全確保のためのガイドラインは、 登山者に対して突発的な噴火に備えてヘルメットを持参するよう呼びかけている。弾丸登山弾丸登山は遭難の原因として問題視されている。山梨、静岡両県は弾丸登山の自粛を呼びかけている。シーズンオフの登山原則禁止されている。特に積雪期、残雪期の富士登山、例えば2009年12月8000メートル本二方の 登頂経験のある片山右京らが遭難、同伴者2名が死亡した。2013年12月には、エベレストを含む8000メートル未ルの登頂経験のある人物が遭難死した。大量遭難事故も繰り返し起きており、1954年11月には15人が、1960年11月には11人が、1972年3月には24人が死亡した。 静岡県警及び山梨県警による遭難者数の統計は以下の通り影富士環境保護及び駐車場の過剰混雑のため登山シーズンはマイカー規制が富士スバルライン、富士あざみライン、富士山スカイラインで行われている5合目の駐車場が利用できなくなる2017年は7月10日から9月10日が規制対象である 帰省対象日代替駐車場代替駐車場から5合目までは、シャトルバスが30分間隔で運行されている。御殿場口7号9尺に位置する山小屋、赤岩は8号館。金城天皇が皇太子時代の2008年に富士登山を行った際の宿泊地となった。登山を趣味とする金城天皇は、 皇太子時代の2008年8月7日から8月8日に20年ぶりに富士登山を行った。1988年にも富士登山を試みたものの、途中で悪天候で引き返したが、2008年は天候にも恵まれ山頂まで到達できた。富士の宮口5号目から登山を開始し、混雑する富士の宮口登山道から新6号目で、分かれて、宝永山に到着後に五天場口登山道に入り、 五殿場口7.9号目の山小屋に一泊した後、翌朝6時30分ごろ、無事登頂とおばっち巡りを行った。下山は、五殿場口の大砂走り経由で、そのまま、五殿場口新五号目まで降り、昼までに下山を完了した。登頂の際、富士山頂で見た日の出を見て、詩を読んでいる。雲の上に、太陽の光はいできたり、富士の山肌赤く照らせり。 御天橋観光協会では、皇太子のたどったルートを、登山口となる富士宮口五合目の標高の高さと、御天場口の静けさや下山ルートの大砂走りなどの魅力を兼ね備えたプリンスルートとして、宣伝を始めた。このルートは従来は荒れていた区間もあったが、皇太子一行の通行に先立ち再整備されたもので、ある、同票等も整備され、プリンスルートの名称も、同票や、 案内図に正式に採用されている、マイカー登山者の利便性を考慮し、2009年シーズン以降、富士宮口のマイカー規制時に2号目の水が、塚公園駐車場とも天馬口新5号目の間に、シャトルバスを運転している。また、このルートを使う登山者の増加に伴い、休館状態だった御天場口の山小屋、わらじ館が2011年から本格的に営業を再開した。 御来光とは、鉱山で拝む日の出のことである。阿弥陀如来と、仏陀の出現に日の出を例えた表現である。富士山では御来光を頂上で見ようという登山者が多く、日の出直前の頂上付近は渋滞で動かなくなることもある。山小屋の前や登山道の途中で御来光を迎えることもある。影富士とは、富士山自身の影が日没前や日の出の直後に、 太陽の反対側の雲海や地表に投影することである。富士山は独立峰であるため、東に開けた御殿場ルートでは鈍ンなどでなければ、登山道のどこからでも御来光と影、富士を見ることができる。山頂にも日の出直後の影、富士を見ることができる地点がある。山梨県側の登山道の呼び方が、吉田口と川口湖港の2種類が混用されていたり、 標識が統一されていなかったりして分かりにくかった。その上、不必要な場所に標識が乱立しており、必要な標識の認識の妨げとなっていた。また、外国語表記が少なく増加し続ける外国人登山者に不親切であった。そのため2009年の山開きに間に合う、要案内標識の統一が図られ、標識の乱立も改善された。その結果、 山梨県側の登山道については、吉田口の名称で統一され、標識の枚数も整理されて大きく減少した。この新標識は、基本的に日本語、英語、中国語、韓国語の計4カ国語で表記されており、外国人にもわかりやすくなった。また、各登山道で標識の色も統一された。静岡県側は9月10日、山梨県側は9月14日で登山道が、 通行止めになる。9月に入ると営業している山小屋が少なくなり、宿泊や休憩、飲料水、食事、トイレの提供の問題により、登山者は徐々に少なくなる。静岡県側は、9月最初の日曜日を過ぎると、富士宮ルートと御殿場ルートの7号目以上の山小屋、およびりルートの多くの山小屋は閉鎖される。山梨県側は、吉田ルートの山小屋については、 9月上旬まで大多数の山小屋が営業し、9月14日の閉山の直前まで営業するところが多いが、山頂の山小屋は8月下旬から徐々に休業し始める。富士登山における安全確保のためのガイドラインは、気象条件が特に厳しいために遭難事故が発生するリスクが非常に高くなっていることや、積雪期には傾斜が急な斜面が広範囲にわたって凍結するため、 転倒等で滑落した場合に死亡事故につながる可能性が高いことなどを根拠に万全な準備をしない登山者の登山を禁止している。また、十分な技術、経験、知識、装備、計画のある登山者にも登山計画書を所轄の警察署に必ず提出するよう要求している。5合目以上の登山道は夏山機関以外は閉鎖される。五中道など5合目周辺も登記は 積雪し、登山道が閉鎖される。2014年は12月1日に閉鎖し、2015年は6月20日に開通した。吉田口登山道は5合目より下に関しては、富士山駅から馬返しのバスは2015年は5月2日から11月3日が、バスの運行期間、当期は、積雪する。県上峰より見た、富士山の矢上方と大内んをばち巡りとは、 富士山山頂の河口を一周することである。富士山は山頂まで登って下山する登山者が多く、お鉢巡りはあまり多くない。時間と体力があり、天候に恵まれていないと実行は難しい。残雪が多い年はお鉢巡りルートに雪があるため、途中までしか行けないことがある。詳細は、お鉢巡りを山照富士山頂郵便局で投函された郵便物には、基本的には、 風景印が応印される。窓口に出された郵便物だけでなく、局前のポストに投函された郵便物でも風景印が応印される。窓口では登山証明書も発行している。混合図に夜勤を押す。様子近年は軽量な金属製のストックを使う。登山者が増えているが、富士山では昔ながらの木製の混合図の使用も多い。この混合図には、 日照期や朝日旗などをつけて販売されることも多い。他、各山小屋では記念の焼きを有料で行っている。このため、すべての小屋の焼きを集め、杖を焼きでいっぱいにした登山者を多く見かける。混合杖を購入した小屋や宿泊した、雨天寺は焼きを行わないところもある。山頂の富士山本宮は様大社奥の宮及び、くすし神社。 富士宮口山六の富士山本宮浅間大社本宮や、吉田口山六の北口本宮、富士浅間神社、富士スバルライン五合目の富士省御嶽神社、椿林口山六の東口本宮、富士浅間神社など、富士登山に関わる一部の神社では、今後欧洲への主肉国印を有料で行っている。これらの神社ではご主印をいただくこともできる。登山シーズン中は、山小屋に、 臨時の基地局が置かれる上、多くの場所では、ふもとからの電波も受信できるため、NTT ドコモ、au、ソフトバンクなどの携帯電話が利用可能である。全キャリア LTE も対応。ただし、山頂の河口側など、山小屋からの電波もふもとからの電波も届きにくい。場所では、電波が極めて弱く、県外になることがある。au は、旧富士山速攻所に基地局がある。 山小屋ではコンセントの数は限られており、借用は原則認められないためコンセントでの充電は行えない。市販の携帯電話用充電器の持ち込みが必要になる。荷上げのブルドーザー5合目山頂の物資の輸送は、ブルドーザーやクローラーダンプにより行われている。多山域機で行われているヘリコプターでの輸送よりも悪天候に強く大量輸送ができるというメリットが、 あるが、多くの車両の購入費用や、保守費用のほか、ブルドーザー道の保守費用がかかるため、ヘリコプター輸送よりも商品に対する価格上乗せ額が大きくなる。吉田ルートでは、ブルドーザー道は下山道としても利用されている。このブルドーザー輸送は、富士山レーダー建設を機に、従来の馬方組合と協力組合が合同して始めたものである。富士山の登山道や周辺には、 非常にゴミが多かったことなどが一因となり、富士山の世界自然遺産登録が実現しなかったことを踏まえ、富士山美化のために NPO や企業などが毎年清掃登山活動を行っている。アルピニストの野口県も一部の活動に参加し、活動参加者が増えるとともに登山道周辺のゴミは減ってきている。富士山の世界文化遺産登録に際しては、 入山者が多いことによる神聖な雰囲気の維持が課題として指摘された。蒸気のようなゴミ清掃や環境配慮型トイレの導入などが進んでも富士登山人気の高まりによる自然環境や霊山としての雰囲気への圧力は大きい。このため山梨、静岡両県は望ましい登山者数をまとめた。これは世界遺産を所管する。 国際記念物遺跡会議に報告される予定である。新型コロナウイルス感染症の流行により、2020年の夏は感染拡大防止の観点から登山が禁止となった。山小屋の営業も行われず、事故が起きても救助が困難であるため登山道を閉鎖した。こうした措置は広く登山が解禁された近代以降では初めてのことになる。静岡県側では富士山スカイライン。 富士あざみライン、県道152号富士公園太郎防線を封鎖したため5合目までも行くことができなくなり、新富士駅、富士駅、富士の宮駅、三島駅、裾野駅、御殿場駅などから5合目に向かう登山バスも運休となった。一方、山梨県側では6月15日から、スバルラインを開通させ、5合目までは行けるようにし、富士山駅、 川口湖駅からのバスは運転するが、新宿から5合目へ直行するバスは運休となった。なお、閉鎖されている道路に侵入した場合、道路法違反となり処罰されることになる。ウィキメディアコモンズには、コロナで登山できなくなった、富士山と感染対策をする世界遺産構成資産に関するカテゴリーがあります。登山不可告知封鎖中のアザミライン富士宮5合目行き、 バス運休吉田口登山道へ至る遊歩道も閉鎖。ありがとうございます。